校庭側より、校舎裏側より、八王子市立上ゆず木中学校は、東京都八王子市場、ゆずき三丁目にある公立中学校である。敷地内には1200本のアジサイが植えられている。生徒の時間に対する意識を高めるために、ノーチャイム制を実施しており、チャイムは8時30分の始業、昼休み終了5分前の夜へ、月光時の3回しかならない。校庭は、 直線で100メートル以上取れる広さがあり、野球やサッカーの市大会の会場として使用されることもある。野球のライト線は神宮球場と同じである。毎年8月には校庭で上ゆずき祭りが行われており、毎年多くの店や地域の住民などが参加している。吹奏楽部が有名で毎年コンクール等で多くの賞を受賞している。 平成29年5月1日現在、323名が在籍している。自ら学び、考えて行動する生徒礼儀正しく、責任を重んじる、生徒心身を鍛え、勤労を尊ぶ生徒広い心を持ち、国際社会に役立つ生徒生徒会本部のもと、以下の委員会が活動している。開校後、生徒会役委員会を中心に、 約2年の討議を経て1996年11月20日に生徒会憲章を制定した。人の輪を大切に、高め用事主正を、けじめのある生活を、環境を大切に、常に努力を、八王子市場、ゆずきのうち、八王子市立よしき中学校、八王子市立やり水中学校に含まれない地域を学区としている。具体的には以下の地域。 ありがとうございます。